なんとか意地を見せられてよかった。丸吉弘がホームラン2本にファインプレー、巨人が連敗ストップ。巨人の丸吉弘選手が先制ホームランを含む2本塁打、さらに守備ではファインプレーを見せ、巨人が連敗を3で止めました。1番センターでスタメン出場した丸選手は初回の第1打席、ライトスタンドへ10年連続2桁本塁打となる先制の第10号先頭打者ホームランを打ちます。さらに5回の第3打席では左中間スタンドへ第11号ソロホームラン。守っては8回にノーアウト1塁の場面でセンターの前に落ちそうな打球をスライディングキャッチし、攻守でチームの勝利に大きく貢献しました。丸選手はヒーローインタビューで、チームが苦しい状況だったのでチームに勢いのある打席をと思っている、結果的にいい勢いをつけられたのではないでしょうか、ありがとうございますとコメントしています。新人王確定でしょ。巨人の守護神大勢が今日も抑える、両リーグダントツの19セーブ目。巨人の守護神大勢投手が9回の1イニングを無失点に抑え、巨人が連敗を3で止めました。3点リードの9回に登板した大勢投手、先頭打者を151キロのストレートでライトフライに打ち取ると、続く打者は152キロのストレートでショートゴロ、そして最後の打者は140キロのフォークで空振り三振に仕留めました。両リーグダントツの19セーブ目を挙げた大勢投手に SNS では、守護神大勢ここにあり、大勢ガッチガチやで、新人王確定でしょとコメントされています。競泳本田灯、こいつすげえなと思わせたい、東京五輪のリベンジ誓う。何があるかわからないのがレースなので、金メダルという可能性もゼロじゃない。貪欲に自分のできることを全部やって食らいついて頑張っていきたい、こう意気込みを語ったのは、東京オリンピックの競泳男子 200m バタフライで銀メダルに輝いた本田灯選手。ハンガリーブダペストで今月開幕する競泳の世界選手権に向け、オンラインでインタビューに応じました。本田選手は先月相模原で行われた大会で1分53秒53の自己ベストを更新し、今年の世界ランキング1位に浮上しました。2位のクリストフ・ミラーク選手とは0秒35差。ミラーク選手は世界記録保持者で東京オリンピックの金メダリストです。本田選手はミラーク選手についてライバルとして見ているかわからないが、パリ五輪までに世界記録を出せるように力をつけて、ハンガリーの世界選手権って一発ジャブを食らわせてやりたいと闘志をあらわにしました。